皆さんいかがお過ごしでしょうか。福岡市がお送りする心のオルゴールの時間です。今日は私門岡信彦がお届けします。私は兵庫県の被差別部落出身のフリーライターということもあって、童話問題についての著書があります。最近は講演会やイベントなどいろんなところに呼ばれることも多い。そんな時に必ず持参するのがこれ。言うてもラジオやから見えんかな。サイボシ知りませんか。馬肉を燻製にした部落の食べ物です。冷蔵庫のなかった時代の保存食ですが、美味しいので今も関西の部落を中心に食べられています。このほか部落独特の食べ物に油かすがあります。肥料の油かすではありませんよ。牛の腸をぶつ切りにして素揚げしています。これを細かく切って汁物などに入れます。ぴよぴよした食感がたまりません。いい出汁も出るんです。最近ではうどんに入れたかすうどんが人気で、部落以外でも食べられていますけれど、これが部落の食文化であることを知っている人は少ない。だから僕が方々で宣伝してるんです。頼まれもせえへんのに。サイボシや油かすだけじゃない。被差別部落には村独特の食文化や芸能が伝えられまた生まれています。例えば日本の祭りに欠かせない和太鼓。この太鼓作りの技術は被差別部落を中心に長く継承されてきました。ところがそれを演奏する人が部落の中にはいなかったのです。作るだけでなく自分たちも叩きたい、そんな熱い思いが太鼓グループの設立につながり、被差別部落以外の人たちも参加して演奏会や演奏グループが各地に生まれました。今では日本だけでなく海外でも和太鼓は日本を代表する芸能音楽として人気を集めています。和太鼓作りは世界に通用する被差別部落の文化です。そして和太鼓の演奏が部落を超えてみんなをつなぐ文化の架け橋にもなっているのです。被差別部落の文化や歴史をもっと自由に楽しく広めていく活動を僕はこれからも続けていきたいと思っています。食べているものや好きな音楽、芸能のルーツを知れば意外なことが見えてきます。面白いですよ。それが今やみんなが共有し楽しむものになっている。そうやったんかって興味を持ってもらうこと、関心を持ってもらうこと、それが差別や偏見の壁をなくす一番の方法だと僕は考えています。心のオルゴール、福岡市がお送りしました。